手相は少し先の未来を知る航海図です。自分の未来を自分でコントロールしていきたいですね。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。金融年間のアルバム突破記念書店購入キャンペーンをやっております。購入したレシートでご応募いただくと、財運が上がるご符をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。いつもお伝えしている手相ですが、ここに線があると将来花が開きますよ。ここの線はお金が貯まる線ですよ。っていろんなことをお伝えしていますが、手相は全ていい線というわけではありません。中には注意したい線があって、金運、仕事運、人間関係運、恋愛運、健康運とそれぞれ気をつけたい線が存在します。ただ、先に知っておくことで防ぐことができますので、長い目で見ればいい線になります。必ず起こるわけではありませんので、健康診断で高血圧だった、脂肪がちょっと多かった、みたいな、すぐには病気にならないけど、今の食生活をしていたら病気になるかもしれないよっていう、先の未来からの危ないから気をつけてっていうメッセージです。ということで、今回は要注意をしたい運気だだ下がり線についてお伝えをしたいと思います。これを知って今日から注意をしていけば問題ありませんので、もし当てはまっていたとしても落ち込まないで大丈夫ですからね。まずはじめに、友人様のつながり、場を極めるティーン社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、一つ目は、木星球にストップ線です。人差し指の下の部分、こちらが木星球という部分なんですが、こちらに2本の短い線。このように、十字した×マークみたいなものがある場合は、要注意です。木星球はリーダーシップを発揮するようなポジションや、役職、経営者や、国のリーダーなどは、基本的に木星球の部分が膨らんで発達していると言われています。そこにこのような×マークが出ていると活動にストップがかかってしまう場合があります。進めているプロジェクトがなぜかうまくいかなくなる。順調だったのに急に鈍くなってしまう。そんなことが起きるかもしれません。そんな時は一旦落ち着いて客観視をすることが大切です。もしかしたら相手の立場や意見を聞かず強引に物事を進めていたりとか、周りが無理をしていたなど、しわ寄せが自分の周りにあるかもしれません。相手の話を聞いて進めていく。謙虚さを忘れずに相手を大切にする。バスマークができた時はうまくいかなくなる。前触れだと思って今の自分を見つめ直すタイミングが来ていると思って、一旦立ち止まって落ち着いて客観視をすることで、また物事が動き出していきます。続いて、水星球にバスマークです。今度は、この小指の下、こちらの水星球に、このように2本の短い線がクロスする。ここでの意味は、お金周りのことでストップするかもしれないというメッセージです。小指の下、水星球はお金に関する部分でこちらが発達していると、詳細があると言われている部分で、そこにバスマークがあることでお金の循環が悪くなってしまうかもしれません。交渉していたことが急にストップしてしまうとか、いい人との出会いが少なくなってしまう、行っていた投資が急に動かなくなってしまう、など今まで良かった循環が鈍くなってしまう。そういった場合は今あるリソースを見つめ直していきましょう。新しい案件、新しい出会いが止まりつつある時こそ、今あること、今いる人、今一度見つめ直して大切にすることで循環する力が増していきます。そうしていくと自然にまたゆっくりと循環が起こるようになっていきます。続いて3つ目は、小指の下にほくろです。先ほどと一緒で、この小指の下は水星球の部分です。お金の周りに関することなどが司る部分なんですが、こちらに今度はバスマークではなくてほくろ、このようにほくろがある場合、四大基本線と言われる感情線、知能線、生命線、そして真ん中に出る運命線、この線上にほくろがあるほど悪いわけではないんですが、ちょっと注意したいところです。水星球は詳細などお金に関することが
多い部分ですが、そこにほくろがあると金運財運が低下してしまうかもしれません。また浪費をしてしまうこともあるかもしれませんので、財布の紐をしっかりと締めることが大切です。必ず浪費をしてしまうというわけではないので、浪費をする前に見直しをするのもいいと思います。家計簿をつけるというのもいいと思いますし、もし会社など自分で事業を行っている方は税理士さんに数字を出してもらうのもいいかもしれません。例えば動画や画像を撮りすぎていて、クラウドの容量が拡大していて、月額を払っていたけど保存していた画像や動画を見直したらいらないものばかりで、削除をしていたら容量を拡大しなくても大丈夫だったなど、また Wi-Fi がどこにでもあるのにスマホがギガ使い放題プランで、今の生活に合ったプランにしたら月々のスマホ代がかなり安くなったなど、見直してみて気づくこともたくさんあるかもしれません。これからのことだけではなく、今使用しているものも見直してみると浪費防止につながっていきます。続いて、全体的に線が薄いです。最後は全体的に手のひらに出る線が薄い場合です。早産などお母さんの栄養が十分に行き渡る前に生まれてきた場合、手の線が薄いといったこともあります。手の線が薄いというのはエネルギーが不足気味な傾向にあるということになります。十分なエネルギーが足りず力が発揮されないといったことがあるかもしれません。だからといってチャンスがつかめないわけでもありません。ここで大切なのは自分をしっかりと理解することと、そして工夫をすることです。以前生命線が短い人の話をしましたが、生命線が短いイコール短命ではありません。必ず短命ではなくて、不節制をしない、体を無理させないなど、自分自身で自分の体を理解して、そして工夫をすれば長生きもできます。実際に生命線が短い方でも100歳を超える方もいらっしゃいます。手のひらの線が短い人は自信がない人も多いと言われますが、その場合は小さな成功体験を繰り返すことによって自己肯定感を高めていくことができます。自信がつくアファメーションをする、朝日を浴びてエネルギーを吸収するといった工夫をすることで、だんだんと自信がついてきます。特に手の指先からエネルギーを吸収すると言われてますから、手のひらを日光に当ててエネルギーを吸収するのもいいかもしれません。誰よりも自分のことを知っている、そして工夫をする、これをするだけで人生は良くなりますから大切です。以上、要注意運気だだ下がり警戒線4線でした。今回当てはまるものがあったとしても必ずそうなるわけではありません。対処法もお伝えしましたが、意識をすれば乗り越えることができます。逆に意識せずに過ごしてなぜかうまくいかなくなってしまうよりは、先に知って対処さえしておけばあとはご機嫌に過ごすだけです。手相は少し先の未来を知る公開図です。自分の未来を自分でコントロールしていきたいですね。また金運手相についても過去にたくさん動画を出していますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。今日の動画はいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは下の動画でお会いしましょう。